断捨離井戸端会議。福岡の断捨離トレーナー稲葉美恵子です。広島の断捨離トレーナー小原靖子です。山口の断捨離トレーナー中村玲子です。今回は、物ではなくってやめたこと、出来事っていうかことをね、断捨離したことをお聞きします。はい、何ありますか？はい、私最近まで、水道水はあんまり飲まないようにした方が健康にいいと思って、ほぼ2リットルのペットボトルを1日1本消費するみたいな感じをしてたんですけど、買い物に行っても重いし、ゴミというかリサイクルのゴミは出るし、そもそも私はこんなに頑張って何をしているんだろうと思って、じゃあどうしたらいいかっていうのをちょっと考えたときに、浄水器もありかなと思ったんですけど、浄水器って大きいの置くと、またそれが汚れて嫌だったなとか思った。そういえば水道の蛇口につけるやつがあるなと思って、それちょっと今回購入してみて、結構お家のお水が美味しくなって、非常時用にペットボトルは買おうとは思ってるんですけど、それ以外はその浄水器のお水でやっていこうと思って、重いっていう買い物のストレスと、ゴミのストレスがなくなりました。そっか。じゃあ、ペットボトルも、なくなった。はい。ね、いいね。うん。じゃあ、れいちゃんは？思ってないことを言うのをやめました。反対のこととかね。あるね。本当は、私のこと気遣ってよって、思っているのに、あえて反対の態度とか、反対のことを言って、なんていうの？分かってよ。分かってよ、分かってよ、みたいなのをやめました。うん。大事よね。そしたらね、夫婦仲が良くなりました。本当に良くなってるよね。なんか、言わないで分かってほしいって、言わないでも分かってよって思ってるから、言わないで何とかしようと、ね、しちゃうんだけど。伝えたらすぐなのね。そうそうそう。なんか、気持ちが、こう、言わなくてもわかる、近い人ほどね、言わなくてもわかるよね、みたいな。期待がね。期待がね、期待か。そうだよね。全然知らないおじさんとかだったら、絶対言うよね。すいません、こうなんですけどって、気持ち言う、まあ気持ちも言わないかもしれない。言うと思うけど、近かったら、なんかそんな言わんでも分かってや、みたいな。なんか、説明なんかいらないでしょって思うけどね。説明、いるよね。いるよね。説明さえすれば、あ、なるほどって。そう。ね、ただやってもらえるのに、説明しないがために、辛い思いをたくさん。それでね、こじらせてる人はいっぱいいるよね。ありますね。自覚せぬままね。みんな自覚してないんですよ。お話聞いたら、それ、なんていうのかな、レストランに行って、ラーメンが食べたいなと思っていながら、カレーライス注文して、カレーが出てきたら、なんでラーメンが食べたいのにって怒っているみたいな感じ。うん、でもそればっかやってた。ね。そればっかやって文句ばっかイライラしてっていうのを繰り返してたけど、カレーが食べたかったらカレーください。カレーが食べたいですって言えば、カレーが出てくるんだよね。そう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 。あ、ラーメンだった。はい。リクエストはね、素直にした方がいいと思います。ぜひ、素直に言葉を出す。あ、ね、やめたら素直に言葉を出すになっていくかなと思います。はい。はい。では、コメント欄にお題を募集中です。はい、お願いします。よろしくお願いします。またねー。DVD 付き断捨離入門講座は、Amazon や書店ではお買い求めいただけません。スマートフォンでご覧の方は、どうぞ概要欄からお申し込みください。そして、テレビでご覧の方は、こちらの QR コードからお申し込みいただけます。お待ちしています。ありがとうございます。YouTube をご覧くださりありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。さらにお得な情報はここからゲットしてくださいね。